たたたた。ああ、なんとかな。ちくしょう。つか、あの野郎。いきなりぶん殴られてたけど。ならいいけどよ。あの、さっさと戻って一発かまっ。で、地下まで落とされたようだが、とにかく出口がないか。ゴミだらけじゃねえか。こんなと今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。私はソフィア。はじめまして。お前は人間か？ジョーカー。ジョーカーはここがど…おい！って…何があったんだ、ジョーカー。はっ、我が輩に…タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。はあ？私はソフィア。お前もあのアリスってやつ。わからない。記憶が消え…消えてる。二人ともちょっといいか。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中か。手品かよ。シャドウじゃねえみたいだ。とにかくよ、まあ、ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。ああ、いつの間。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人。助けてくれるっての。そうだ。どんな。いや、なんか迷ってる。つ出口、地下から出られればいいのか。あ、オーケー。まか、出口を探してくる。おい、一人でどうする、ジョーカー。そうだな、大丈夫かよ。あ、まあ放置ってわけ。おい待て、でも見つかってるし。離れろ、ソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。ソフィアっつったっけ。問題ない。だがなぜ襲われた。なあ、なんつうか説。そして
我が輩ってここの主にとっては賊、排除すべき侵入者と怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントあってか。ここらはシャドウだらけっぽいし。私が出口を探してくる、ここで待ってる。我が輩たちを助け、初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた、私を使ってくれ。よくわかんねえ。どうする、ジョッ。オッケー。それと猫と誰が骸骨だ。骸骨ってか、てか我が輩この。ジョーカー。俺はスカルだ。我が輩はモナだ。ま、なんで怒ってんの。よし、ソフィアが巻き込まれるといい。あれは逃げる。ソフィアがいる。あいつが邪魔なのか。まあな、ここと。オーケー。あ？で、お前何して？おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。約束した。とにかく我が輩たちも戦うぞ。せや決める。は終わりだ。ちゃっせやっそこだ。はっせやっちゃっせや決める。せは終わりだ。せやっは決める。はちゃっ。よし、倒…待て待て待て、なんかめっちゃ強いし。戦え…聞かれなかったから。しかもその格好、我が輩たちの変身、怪盗団の真似をしたらこうなった。いや、そういう話。お前ペルソナ。さっきの戦いでお前が使った能力、あれは武器だ。戦…ソフィア、私は人の良き。それはもう聞いた。だがのんびりしてる余裕もない。そうだな、今のでまた敵つか。戦うのも協力してもらおうぜ。ああ、脱出方法がわからない。頼めるかソフィア。オーケー。ああ、じゃあ行くか。了解した。そうだ、体力には注意して。シャドウを確認できない。なあ、先に進めるぞ。宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。ジョーカー、中身は何だ。はっ。気になった場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。
敵シャドウ出現だ。弱点をつく方法はスキルだけじゃない。我が輩たちは怪盗だ。階段の方行ってみようぜ。あそこからぶら下がってるもの。おい、そこにいるのは誰だ。よし、敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。やるじゃないか。よし、残りの敵もまたつけんぞ。ダルゲ、また一つ技を学んでしまった。よし、勝ったな。まだ油断すんなよ。あそこから登れば。行ってみるしかなさ。よし、いねえな。とっとと行こうぜ。見つけたぞ。しつこいやつらだ。決める、今だ。力を仮面に封じ込め。
か。息切れしてないか？シャドウはいない。進もう。待て、ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ、さっさとここからおさ。よし、やっとそ。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待て、どうしたソフィア。あ、マジかよ。つかな、ビビッときた。ビビッとって、出口はこっちだ。ついて。おい待てソフィア。とにかく後を追うぞ。匂いが薄い。つうか、大丈夫。通じてる。ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのか。信じろジョーカー。話がわかるな。私はどうした。ジョーカーの言うと、そこら中シャドウだらけだろ。だが、ったくしょうがねえな。
うわ、何す。こんなとこに置いてけっかよ。とに。わかった。じゃあ行くぜ。帰還しました。ジェイル。それよりあい。それらしいの。おい、ちっこいな。びっくりした。こんな人混み呼んだか。今の声。ここだ、ここ。うおお、ま、ん？二人とも着替え。お前。そうだ、私というか我が輩はモナだ。こっちモナ。お、タヌキじゃなかったの。違うって。いつか。なんでって。私 AI って双葉が言ってただろ。人工知能。このスマホのおかげだ。光の中に投げ出されてジョーカーの匂いを。匂いって。 AI だから。このスマホの中に、要はそこに住ん。狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい。もつ。とにかく無事に帰ってこられた。なあ、あの中で襲われてた連中は。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。そうしたいところだが、むやみに動く。パレスそっくりな謎の異世界。そこを滑る強力な。またとんでもないことが起ころうとしてる。そうだな、一旦ルブランに集合だ。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたい。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復帰。このスマホから出ていく方法もわからん。まあ、みんなに説明するとき。あいつらどんな顔すんだろうな。他にも怪盗の仲間。いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。ふーん、面白そうだ。なるほど。つまり、ヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の。なんかそう言われっと。だが事実だぜ。な、こいつも。分かったわ。冗談で言う。とにかくそのソフィアって子が今一緒にいるの。そうだな、百聞は一見にしかずだ。出てきていいぞ。そよ、怪盗団。え、な私はソフィア。この子が すごい。ここが怪盗団のアジトか。怪盗た、うんうん、歌い出した。これなんと愛らしいデザインだ。切なさの。え、そこ。つうわけでよろしくな。すげー、ガチで意志持った。な、言った通りだった。そうね、初対面だし。私は奥村春です。大学生だけど。私は高牧杏、高校3。俺は北川雄介、芸術の道を極め。次は私は桜双葉。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか誠、春、杏、お前たちはジョーカーたちと違う。ああ、そっか、説明。
敵に素性がバレないように異世界ではコードネームつうわけで俺は坂本龍二。なるほど、覚えた。その本当に、そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい、見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえずどうして目が覚める前の記憶がなくなった。人間で言えば記憶喪失って。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分、さすがこんだけ自然に。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令。なんで自信なさげなんだ。人の良き友人になれ。それが私に与え、それ以外は思い出せない。ああ、気にすんなソフ。我が輩もこいつらと出会った時は。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえ。そうだな、あの異世界。普通に考えるとヒイラギアリスのパ。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし。ま、認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ。人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレ。まさか異世界ナビを。でもあれはもう消えた。そう思うよな。で、こいつの出番。それは、ああ、どういうわけかこいつが。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは。じゃあ、エマって、いや。でも、普通にアンインストールできるぞ。それと、もうあの世界から戻った時、エマがジェイルから。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしか。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかを。そうだな、この目で確認しないこと。それに私まだアリスが偵察ってことだよね。うん、でも同じ方法で入って。出口があった場所なら敵もいなかった。じゃあ明日。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入と。その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束。こいつは解析のしがいがありますぞ。大丈夫かこれ。多分腕は確かだ。しかし集まった途端にこれかよ。はっ。何、京都旅行の野望はどうなる。肉ってキャンプの。残念だけど。己不可解な異世界。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャド。にゃふん。つけてよ。